まとまってますね、でも。うん、だいぶまとまってます。ちょっとでも、整えた方がいいですよね。はい、そうですね。気持ち整えて、はい、あとカラーさせていただいて。はい。はい、よろしいですか、はい、そういった感じで。皆さん、こんにちは。美容師の山です。今回のゲスト様のリアルなカウンセリング、お聞きいただけましたか？ゲスト様は、ベースにストレートパーマが入ってて、ですが月に1回必ずカラーリングもされます。なので結構ペース配分がね、いい感じで来ていただいてるので、できるだけ髪を傷ませないような配慮でカラーしてストレートもしています。ストレートパーマがねベースにかかっているとどうしても1ヶ月ぐらいするとですね、毛先を整えるのがおすすめです。少しね引っかかってきたりすることもあるので、本当に極論5ミリでもいいと思います。あと毛先をね、こう間引くような形で、指通りをね良くするようなカットをするのがおすすめです。なのでそんなに短くはしなくていいと思うんですけど、毛先をね引っかかりをなくす、そんな感じで、カットするのがおすすめです。で、根元のカラーも本当に1センチぐらい伸びた根元に、カラーをするという形なので、本当にねいい周期でご来店いただいているゲスト様です。大人女性の方でストレートパーマをねかけられてて、カラーもされる方っていると思うんですけど、おすすめは、まあ、もちろんね一緒にはすることはないと思うんですけど、できるだけ毛先を傷ませないように、まあ、例えばねリタッチだけだったり、根元はカラーをして毛先はトリートメントでね処理したり、そういった感じの一工夫で随分髪の手触り、いい感じを持続させる、こういったことをね私は青山意識してやってます。ゲスト様、最後ねオイル仕上げでいい感じで仕上がってきました。毎月カットしていただいても短くならないようなカットの仕方でカットしているため、とっても指通りが良くなってスタイルもねまとまった感じになります。紙でお悩みの方は美容師青山にご相談ください。電話か LINE で気軽にお問い合わせください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。